センターオブジアースに神秘の島は2012年のアメリカ合衆国の冒険ファンタジー映画2008年の映画センターオブジアースの続編であるジュールベルヌの神秘の島などに題材を得た 3D 映画地底での大冒険から約4年17歳になったショーン・アンダーソンはある日人工衛生施設へ侵入した そのキロ警察によって身柄を確保されるが、警察と懇意であった義理の父、ハンク・パーソンズの計らいによって少年院域を免れる。ハンクに問い詰められたショーンは、数日前に何者かから無線が入ったこと、その発信者はベルヌ信者であると思われること、そして無線を聞くために人工衛星施設に侵入したことを打ち明けた。 元軍人であるハンクの協力で暗号の解読を試みたショーンは無線のメッセージがジュール・ベルヌが描いた神秘の島の座標を指し示していることを発見。それと同時に無線の発信者が音信不通となっていた祖父アレキサンダーであり彼が神秘の島を発見したことを確信する。ショーンとハンクは座標が指すパラオ沖100マイルを目指して旅立った。 そして道中で出会ったガイドのガバチョと、彼の娘、カイラニと共に、神秘の島に到着する。そこは、動物の大きさの大小が逆になるという法則がある。他、金を紛失する火山やネモ船長の墓、伝説のと、アトランティスがあるなど、まさに楽園とも言うべき場所であった。アレキサンダーとも無事再会を果たし、彼の案内で、 島を散策する一行であったが、液状化現象により、島が間もなく沈没してしまうという事実が明らかになる。一刻も早い脱出を強いられた一行は、根も船長が残したとされるノーチラス号を探すため、様々な危機や困難に直面しながら、島を横断。最終的に、ノーチラス号を発見した五人は、沈みゆく、島を尻目に、パラオへ帰還した。 ありがとうございます。